お前そいつを抜いたからには命をかけろよ。本当にこのシチュエーションここでしか使えない正しい使い方。すんなんのん、ボクゼーパンツヒットホラーゲーマー天海司と申します。本日はこちらすぐの日プレイしていきたいと思います。すんなんのん、お前前髪もうちょっと整えたらどうだ。あ、こんにちは。すぐの日。どんどんグに近づいていくのかな。うわー、どうした？びっくりさせようとした？すぐの日。肩が重い。相談しな、誰かに出てくれるかな。例のシャイボーイは。あー、そら重いわなー。もうめちゃめちゃいるものだって。そんな足上げる？すぐの日。いきなりグになった。あ、モンピが戻った。ちょっとずつズームして、フェードで、暗く、おぉ、これでほら、本当に自分で終わった。すぐの日。どうにもいないじゃないか。これ振り向いてるだけでいいのかな？お前がそういう声出すな。俺もそういう声出すからな。黒セーラー JK じゃん。JS も歩いてます。JC と JD でコンプリートだな。ふーって呼ばれた。ふーって名前なのかな。そんなフーズフーみたいな名前なん。フーファイターズなんかな、名前。次の日。おー、映り込むねー。わ、めちゃめちゃかまってちゃんじゃん。これ厄介な女ですよ。あ、もう3回目俺の予想を超えてきたな。めちゃめちゃかまってちゃんじゃん。レズのかまってちゃんじゃん。こっち見てる。気持ち悪いな。火の玉ストレート。火の玉ストレートだな、それ。早く行こうっと。ファンかもしれないだろう。次の日。新起動が出たら、わー、ファンの人。お触りはダメだよ、それは。イエスロリータノータッチでしょ？それやったらもうお縄よ。なんなのよ、あんた。あんまりね、刺激すると良くないよ、こういうのはね。うわ、囲まれた！スタンド使いだ！逃げろ、ジャイロ！次の日や。なんだ、俺。鏡の中？鏡の中なんてありませんよ。ミルヘンやファンタジーじゃないんですから。本当に鏡の中だ本当にスタンド使いだった。ガールインザミラーだったわけね。なんか言ってんな。入ることを許可されたから、これ許可されないと出れないからな。ジョルノがイルーゾを倒すので待つしかないな。誰か助けてよ。ここにいるよ。シャンドラの火灯してよ。つまんの日。なにこれ、あれだ、ドッキリ大成功だこれ。何を、絶対ドッキリ大成功の神でしょ。てってれー、あれ違う、石だ。日常シニクリアルホラー、次の日第2話。というわけで、完走した感想だったんですけれども、これ分岐なかったっけ？マジ?2 周目で別ルートある。別ルート見るか、じゃあ。うちのお兄ちゃん就職してくれないかな無職なんお兄ちゃん。兄がニートでした。お兄ちゃんがいくつかによってほら、シャンクスみたいな僧帽筋してるじゃん、お兄ちゃん。キャーそりゃそうなる。そりゃそうなる。なんなの、その格好。マジで。ほんとだよ。お前の夏服があったから、着てみたのだ。語尾のだじゃん、しかも。ジョジョも好きと。いや、美しいジョジョたちだな。バカキモいんだよ濃いな、こいつ。そしたら、うお、何も、なんかもう、すごい、これ。仕事しろ何なんだ、この絵は。死ね俺、身動きが取れなそう。妹よ、お助け。これでまた日本が平和になったな。お兄ちゃんなんていなかったんだな、最初から。
帰ろ。やっぱジョジョ好きなんだ。世界一かっこ悪い死んだ後に空に映るやつじゃん。おもろかったな。でもお兄ちゃんこすんないでも。お兄ちゃんなんかまた出てきそうだな。おーい、誰かそこの人助けて。芸が細かいわ。じゃあの進化して鈴木からが出ましたね。なんか雨降りそう。最後の字をちっちゃくするタイプか。お母さんお買い物に行ってくるからもうすぐ帰るのよ。はーい、いい返事だ。おやつ食べゆう、食べゆう。もっと冷たいんだろうな。心配だなお母さん。左の人は多分お母さんじゃないから、うーん、見なかったことにしよう。親族だと思いたくないから無視しよう。早くない？お母さんあっちにいるわ。下半身どこ置いてったんだろうね。エピソード2。あ、これはパパかな。なんかそういう変な意味じゃないパパね。あ、警察？これ、こういう創作物のおまわりさんはほんと頼りになる。はーい、返事だつぐみちゃん。あれ、もうお縄についたみたいだね。これで一安心。エピソード3。なんだ、この前もそう言ってたじゃないですか。お父さんキレてるわ。気まずいやつだわ。何笑ってんねん、何笑ってるんだ。あんま子供には見せたくない場面だ。めめ、お母さん、気のせいか。つぐみちゃん泣かないでよ。お母さん後ろにいるんだけどな。すんなんの、お、これはめめ、どこ行ってたの本当に。もう一人にはしないからね。あー、海外遠征してたんだな。もう青ざめてるやん、ゲームしすぎて。ラストエピソード。お父さんもうムッとしちゃってる。もうもうで、ママもうつぐみもいなくなっちゃったんでしょ。看板になっちゃったんだ。あー、こういう性癖の人にはご褒美かもしれない。お前、そいつを抜いたからには。続きからですか、じゃあ。ここか。かわいそう。お、変わったっぽいね、未来が。あ、メメ。メメ？メメ、そんな、ハンマ裕次郎みたいな腕の筋してたっけ？メメ？そんなに筋骨隆々だったっけ？安心しろ。そんなビスケットオリバーみたいな胸筋だったっけ？パパ？今日からはどう呼んだらいいの？ちょっと腕の筋が強すぎるかな？お父さんかわいいね。つぐみも気使ってるわ。お母さんって呼んでね。そう言うならそうしろ。はぁ？はい、ちょっと待って。あんた何してんの？娘と夕飯の買い物ですか？何かデリケートの問題に首を突っ込むようだけどね。変な事件を起こすなよ。はい。何言ってるんだろう、あの人。わかんないね。怖いね、つぐみ。お母さん、なんか、若返ったね。お母さん。ゴミ。いい度胸だ、この野郎。嫌な歯の出し方してるわ、こいつ。歯むき出しで笑ってるもん、ママが。もうママじゃないかもしれない、もはや。お前、そいつを抜いたからには、命をかけろよ。本当にこのシチュエーション。ここでしか使えない。正しい使い方。ちょっと。
超展開すぎるって。性癖やばいだろ。そしたら今日のところは勘弁してやる。もう俺、つぐみちゃんが心配だよ。つぐみちゃん白黒になっちゃったじゃん。その汚えの縛ってさっさと行け。笑ってる。怖っ。何笑ってんねん。